心地よく寝てください。はい、そういう感じで、ね、ちょうどね、お昼時なんですけど。次の曲は、でもちょっと次の曲はそういうのかな。通してもいいですよ。あ、じゃあ、一緒に行きましょう。順番変えようかな。あ、はい。カントリーという曲をやりたいんです。カントリー、この前、訳すとすると田舎ですね。郊外、田舎、おこせですね。はい、はい、郊外と言いましょうね。はい、田舎と言います。はい、そういう、曲をいきたいと思います、はい、どういうリズムでしたThank you.
ブラジリアンライブ、はいはい、次はブラジリアンライブといって、これは、こっちに注目してほしい曲です。はい、今日も大体この時期になると必ず1回はやるというか、まあ、人によっちゃ別に
ね、季節感限らずステージに必ず1回やるとかいうとそういうのもありますけども、ということで、あのスタンダード中のスタンダードですね、秋といえば、枯葉を送りました。まだ枯れ葉になってないですよね。まだ全然なってないですよね。まだ結構みんな青々してますね。ちょっと待ってください。はい、はい、ちょっとびっくり。イエイイエイ、はい、じゃあ行きまーす。はい、thank you.
最後の方は完全アドリブです。はい、あのなんとなく実はあのロックが好きな方はご存知かもしれないですけど、あのカルロス・サンタナっていうあのギタリストの哀愁のヨーロッパという曲がありました。あれって枯葉から作った曲なんですよ。なので本当はそれを完全にやっちゃおうかと思ったんですけど、ちょっとあの怪しかったので一番最後のリフだけちょっとお借りしてって。次もまあどっちかっていうと秋らしい曲なんですけれども、なんかあれかな、最後にしちゃったのかな、うん、あとちょっと、あとちょっと、いや大丈夫大丈夫、はい、はい、アストルピアソラというタンゴの、名作曲家の大作曲家のようです。ウェルボエルス、日本語に訳しますと、ブエノスライレスの南という曲を thank you.
ジルの、ギタリストバーベル・パウエルが作りましたビリンバウというちょっとにぎやかな曲を最後にやってください。では行きまーす。